シャルル・マーニュ級戦艦は、フランス海軍の全土級戦艦で3隻が建造された。設計士艦はティポジー。シャルル・マーニュ級は、フランス海軍では初めて主砲4門を連装砲塔に収め、艦の前後に振り分けた配置を導入した艦級である。従来のフランス戦艦では、上部艦板の前後に、単装の主砲塔を、船体の中央部に10インチクラスの、 単装副砲塔をそれぞれ装備する配置を続けていたが、技術の発展で外洋航行時のしのげなみ性を確保しつつ1万トン台の船体に30.5センチメートル4門を搭載することが可能となったため、初めて連装手砲塔を搭載できた。しかし、その代償に副砲塔は重量軽減のため単装ケースメート配置式に改められた。本級の武装。 装甲配置を示した図。船体形状は全球に引き続き、平ら乾板型船体を採用しており、大西洋での作戦時でのしのげなみ性を良くするために、還元を高く取られている。水面下には、昇格がついていた艦首から、干渉乾板上に、手法の千八百九十三から千八百九十六年型3 0五センチメートル砲を、楕円筒型の連装砲塔に収めて一揆が、 配置された。司令塔を組み込んだ、操打環境、全部ミリタリーいますと、船体中央部の2本煙突は前よりに配置されており、煙突の周囲は、関西艇置き場となっており、船体中央部に、片弦2機ずつのガントリークレーンにより運用された。複砲の13.9センチメートル速射砲は、単装砲がで、船体中央部に等間隔に片弦4機、上間板中央に1機で、 片言語機能で、計10機を搭載していた。後部甲板上に、後部ミリタリーマストが立ち、その後に2番手法等が後ろ向きに1機配置された。手法は、新設計の1893から1896年型30.5センチメートル砲である。その性能は、重量349キログラムの手法弾を、 行角15度で12000メートルまで届かせられる性能を持っている。この砲を大円筒型の連装砲塔に収めた。砲塔の不行能力は行角15度、深く5度である。旋回角度は単体守備線方向を0度として左右150度の旋回角度を持つ主砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電気で行われ。 補助に人力を必要とした。発射速度は毎分一発であった。副砲は1893年型1 3 9トル速射砲を採用し、この砲は重量3 1 5ラムから3 6 5ラムの砲弾を毎分4発を発射できた。不要角度は行角25度、深角10度で以回は150度である。これを単素砲がで10機装備した。 他に、耐水雷低用に、1892年型 10cm 速射砲を炭素を炭素砲がで8機装備し、オチキス 4.7cm 炭素機砲を炭素砲がで20機、45cm 巨大発射管を炭素で水栓部に2機を装備した。ボイラーは、当時の最新型高性能機関である、フランス製のベルビール式石炭栓唱管に、 エコノマイザーを追加したものを20機。これに、直立型3段膨張式レシプロ機関3機3、軸推進とし、出力 14,500hp、速力18ノットを発揮した。航続距離は、石炭480トンで、速力10ノットで4,800海リーと、当時にして、標準的な航続距離であった。装甲体はこの時代の常として、上下に狭く、代わりに、 戦隊長の大部分を防護する全体防御方式である。第一次世界大戦が勃発すると、すでに土球戦艦を配備していたフランス海軍は、本級を第二戦級の艦隊に配備し、主に広報支援任務に当てた。1915年3月18日にシャルル・マーニュとゴーロアは、ブーベ、シュフランと共に、ギュープラッテ提督の指揮下がリボリの戦いに参加した。ゴーロアは、 嫌い不設海域で陸上砲台からの砲撃で損傷したが、戦闘自体には生き残った。ありがとうございます。